はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、カジさんちへようこそ。はい、お元気でしょうか。まあ、YouTube で広告流れてますよね。まあ、いろんな広告があって、最近だと、まあ、季節柄なのか、脱毛とかね、ダイエットとかのそういうものがあったりとかしてますけど、音声配信アプリ、まあ、私もね最近気になるなと思って毎回やったんですけど、そこらがねまたやろうかなと思っていたら、その対応されてないって、今使ってる、ね、スマホだと対応できてないっていうことで、まあ、ちょっとやめようかなと。まあ携帯をね一回買い替えるんで、まあ、その時にね、できるならやってみようかなと思っております。まあ、一個前でも、のものでもよかったんだけどね。ちょっといろいろとガタが来てたりとかしてて。で、その中で、やっぱ YouTube なんかでも、この音声配信アプリで、まあ、いくらぐらい稼げますよっていうのがね、デジタルだとか、まあ広告でも、あなたもやりませんかと、こういう人たちがやってますよっていうんでね、ポコチャーだったりだとか、あとスプーンっていうのもあって、17か、そういうのもやってたりとか、まあ顔出しするやつもあれば、顔出しもあるけども、音声だけでも大丈夫ですよっていうやつもあります。で、まあ調べてみると、なんだろう、スタンド FM は、最近その、なんだろう、改定されたみたいなんですよね。で、まあ人気のあるところは、まあ一応、なんかね、フォロー数が1000人以上で、多分1ヶ月ぐらいで、1時間以上やっている人が、まあ、条件としてね、まあ、YouTube みたいな感じで、稼げますよっていうのがあって、まあ、1時間とかそういうので、まあいくらっていう形だと思うんですね。で、スプーンだと、ちょっと見てみたら、投げ銭的なものかな？もちろん、フォロー数っていうか、フォロワー数も、ある程度1000人以上いて、その上で、まあ、投げ銭的なものでね、稼ぎますよみたいな感じなんだけど、まあねそこら辺をね、ちょっとスプーンをおすすめされたんだけど、なんか合いそうもないなぁと思うし、どうなんだろうね。まあやってみないとね、わからないっていう部分がありますけどね。はい、まあ、あとは、なんだろう、ポコチャか。ポコチャも、その、広告で、見たりとかしてます。実際にはやってないけど。ただ、その、レビューとかでね、見ると、なんか、その、電波の入りが悪いとか、なんか悪い方のレビューが多い。まあ、そっちの方はね、前の方に出てきているから、まあ、あえてそうしてるのかわかんないですけど、まあそんなにね、その何万円も稼げるとかって本当かよって思っちゃうよね。多分ブログでも稼げますってよく言われてるけど、そんな全員が全員、まあ、稼げてるかっていうと稼げてないと思うよね。
大体の方が稼ごうと思ってブログをねやっているっていうわけではないと思うので、結局後からその面白いから書籍あの記事の内容がね面白いなということでフォロワーがついたりだとか、ね、書籍化しませんかというようなね、なんか言われていると思うんですけど、アメーバーとかね、どうなんだろうね。でもまあ、その YouTube よりもその絶対数が少ないから、まあ、やってみた方がいいんじゃねっていうことも言われてますけど、でもねちょっと見てみるとやっぱりね芸能人の人がていたりとか、なんだろう、もともとラジオ局がそのままの音源をそのままスタンド FM だったりスプーンもそういう風な感じでやってんのかな、そのままねなんか出ていたりとかしてて、でちょっと気になるなと思うのが、YouTube なんかでもね、一日何回やってもいいでしょうっていう話もあって、やればやるだけこうやった方がいいですよっていうね、フォロワーがつきますし、それだけの、時間稼ぐというか、なんていうか、そういう形になるんじゃないかなと思うんだけど、あと、話術もね、話術も、やんなきゃいけないとは思うんですけどね。皆さんどうでしょうか。これに伝えて音声配信アプリをやろうかなって思ってる人いるんじゃないかな。大体がね、そのスマホで簡単にできるっていうことで、やろうかなと思ってる人がいると思うんだけどね。広告にね出てる人がもう本当にトップの人たちだし、有名どころだったりとか可愛いとかだったり、喋り方が可愛いからってね出てると思うんですけど、実際その人のねそういうものを聞いたら、あれイメージが違うっていうのはあるかもしれないからね、なんとも言えないんですけど、皆さんどう思いでしょうか。もしよろしければご意見いただけたらと思います。それで皆さん、さようなら。